はい、えー、どうもお疲れ様です本日は11月17日朝6時10分でございます今日はね目標価格151円台に載せることかなと思いますまあ目標を立ってたからといってね何かの努力でそうなることはないんですけども151円になることを想定しながらその材料がどのぐらいあるかってことをね、えー、見ていく、えー、さらにはそうならない材料にもきちんと目を落とすことによって じゃあ15、151円台に乗ることは無理なのか、的外れなのか、それとも妥当なのかっていう検証をしていこうかなと思います。まあ、こういった評価の仕方もありますんでね。材料を積み上げて、どっちに向かうかってことを決めるのはオーソドックスなスタイルですけども、今日は151円ぐらい乗るんじゃないのっていうところから、その材料を肯定的に見ていく。そして同時に否定的な材料も探していくっていう、まあ、こういった評価の方法もございます。はい、それではね。 ええと、まずは冷やしなんですけども、冷やしは昨日は陽線で確定しました。ね、昨日一日は陽線で確定しましたけども、えー、現在、ただいま進行中の陰線っていうのは下髭を大きく出してます。ということは、まだ確定はしてませんけども、これは上昇に向かう可能性が高いなっていうところですね。ここまではいいですかね。で、移動平均線にぶつかったところで反転してるのも、まあ、オーソドックスな形ですよね。で、こちらの方が天井になりますんで、もうあとわずか、 ねえー、151円台に入っていただければ、まあ、妥当な価格帯になって今後も冷やしを見ていけるってことになりますで次は4時間なんですが4時間は移動平均線の下に潜っちゃいましたね昨日の時点でここに移動平均線が出ましたんでこのまんまあ上の方に突き上げてくれればという希望的観測とそれまでのこのロウソク足の動きで 上昇する可能性が高いなと思ったんですけども結局は上昇せずにね下に下がったそしてその瞬間、えー、と住宅指数でしたっけね、まあ、それがあ思わぬ方向に出てドーンとドルが売られたっていう形になりましたただこれも落ち着いてひげを出して上昇に向かってますからこれからはドルが買い直されていくっていう状態で円安の方向に動いていくんだろうなというふうにあの読み取ってますねで次ですけども今はちょっとファンダメンタルのことを言いましたけどもテクニカル的に見てどうかっていうことなんですよ テクニカル的に見るとね <laughs> 今見るとあのファンダメンタルも時間が経つとテクニカルの一部に溶けていくって話はしましたけどもこれ安根県の,のダブルボトムっていうのが見えるわけですよ。 だからそこから突き上げて上昇する実際はこれはファンダメンタルで上がったやつなんですけども昨日はね深夜2時から勝負を始めてリハバってのを取り始めたわけなんですけどもこの矢印のところから、えー、まんまとグーッと上がって4時6時と通過するに従って上昇の形を作ってくれましたよねでもう一発 NG を作るかと思ってここはもう半分勝負に出たわけですでぐんと上に伸びてくれるんじゃないかなと思ってこの力点を見ていたんですよだから多少残業しました昨日はね でも伸びなかったんですよ。伸びずに下の方に下がったんでネックラインでロスカットを入れて今日はもう終わりだねっていう風に思っていたら一旦組み上げて材料で住宅販売の材料でドーンと下がったということになったんですよですんで昨日はね結果的に昨日はここまでえー、とが取れているってことになります、ね。だから強みにここを期待して残業もできたってことなんですけどもねだから昨日ね この時点で、ここら辺の時点で初めてエントリーする方が残業して個々を狙うのはリスクが高いわけですよ。で、その意味でリスクの取れない方はデモにしてくださいってこともお話したと思います。昨日早めにね、2時とは言いませんけども、4時とか6時から仕掛けた方っていうのは、多少の含み益があったんで、その含み益でこのトライはできたでしょってことなんですよ。ね、まあ、失ってもプラマイゼロぐらいになるぐらいで、かける意味はあったのかなというところですよね。 それからまあ住宅材料っていうのは22時ですから当然多くの方はポジションを持ってない時間帯なんで特にそこは言及する必要もないかなと思いましたでテクニカル的に上に伸びる要因は確かにたくさんあったんですけども伸びずにレンジに入るかなと思ってレンジに入りかけたところ材料が入ってきて大きく下落したっていうのが昨日のメカニズムですねでそれが落ち着いて今日はまた円安の方向に 戻り始めている下髭が2本ピンセットのように出てるところと、うん、そのほか、まあ、今ねこの三平ってのはこれからも上昇していくって期待していいわけじゃないですか安根県から下ひげを連発で出して実体のなくって実体が少なくってひげの出ているやつが1発目で2発目はそこそこの大きさの陽線3発目は一番大きい陽線そして 4, 番4本目が今形成中でしょ。 これが大きく伸びることを鑑みて今から倍に入ってもいいんじゃないかなとそしてその倍が成立した暁には151円はあ目前ということになるんじゃないかなっていうところですね、うん、はいということで、えー、倍で入っていこうかなと思います、えー、それではね朝の相場解説は以上でございますちょっとあの材料の方も見ていきましょうか一応ね金曜日ですからはい金曜日原油は関係ないと米中関係を絶たない、うん、なるほど特に まあ、4時台、5時台、6時台は出てないかなっていうところですね。じゃあ、従来の材料ですけども、今日は、あと金曜日。何もない。何もない。夜あるけど、この時間にはもうポジション持ってませんね。はい。ということで、オーソドックスでございます。それでは、以上です。また、オリガルヒの皆様、追加させていただきます。